トッドマシューホランズワースは、アメリカ合衆国、オハイオ州、モンゴメリーグンデートン出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。現在は、フォックススポーツフロリダで、マイアミマーリンズ戦の解説者を務める。同じく、メジャーリーガーであったマット・ハージェスとは、ギリの兄弟の関係である。1991年の MLB ドラフト三巡目で、 ロサンゼルスドジャースから指名され、プロ入り。1995年4月25日にメジャーデビュー。1996年、149試合に出場し、139安打、26二塁打、12本塁打、59打点、21盗塁は新人選手としてリーグ1位。新人王のタイトルを獲得し、5年連続で、 ドジャースの選手からの選出となった。2000年7月31日にトム・グッドウィンとキンセントのトレードでマイナーの2選手と共にコロラド・ロッキーズへ移籍。2002年7月31日にゲーブ・キャプラー・ジェイソン・ロマノとのトレードでデニス・レイエスと共にテキサス・レンジャーズへ移籍。2003年1月8日にフロリダ・マーリンズへ移籍。 この年、マーリンズは6年ぶりのワールドチャンピオンとなり、ホランズワースはその一員として出場。2003年12月18日にシカゴカブスと契約。2005年8月29日に2人のマイナー選手とのトレードでアトランタブレイブスへ移籍。2006年1月6日にクリーブランドインディアンスと契約したが、2006年8月9日に、 シンシナティレッズへ移籍し、同年限りで引退した。2008年から2016年まで、コムキャストスポーツネットシカゴで、カブス戦の解説者を務めた。2017年シーズンからは、フォックススポーツフロリダで、マイアミマーリンズ戦の解説者を務める。ありがとうございます。